ことの発端は新幹線立てこもり事件の直後だった。本日の事件も大輔様のご活躍により無事解決。これより現代本部にお戻りになるはず。現代本部の方々には大輔様を称賛でお迎えしていただきたいものですが、皆様のご様子を確認しましょう。ヒュスク、現代本部の映像を。かしこまりました。あ、ニュース速報出たね。犯人捕まったみたい。よかったよかった。案外早かったっすね。はあ、加藤さんと神戸さん中継に映ってる。俺も内藤キャスターと同じ画面に映りて。どこですか？お、いたいた。とてもよ、神戸って加藤と並んでみると意外とちっちゃいんだな。確かにそうっすね。何気に僕と同じくらいだと思うよ。同じくらいの身長でも横幅が違うと印象全然違いますね。何その反応、傷つく。大輔様が意外とちっちゃいですって。ヒュスク、カメラを大輔様の現場に切り替えて。かしこまりました。